こんにちは、こんばんは、おはようございます。本日はですね、箱根に向かっております。箱根は久しぶりですね。今回はまあそこまで時間がないということもありまして、遠出はせず近場で済ませようかなというところもありまして、箱根を選びました。ただ箱根2年ぐらい行ってないのかな、2、3年行ってない可能性ありますけども、気になるお宿見つけましたよ。明日そのお宿さんに泊まるんですけれども、本日は仕事後なのでまた全泊ですね。明日箱根に宿泊するのに、なぜか今日も箱根に宿泊するという全泊ですね。箱根に全泊という素晴らしく贅沢な行動をしたいと思っております。そして本日宿泊するお宿さんが花月園さんという楽天口コミ評価が非常に良かった お宿で、リーズナブルな価格で宿泊できるので、そちらのお宿を選びました。箱根に着く前にどっかでご飯を食べてからチェックインですかね。それではいつもの海沿いドライブ楽しみます。デイ、うるせえなバイク、本当にもううるせえんだよバイク。あー、いい景色ですね。海沿いは春だわ。今日平日なんですけどね、かなり人が多くて道も混んでるな。あったかいせいもあんのかな、学生さん家族連れいろいろおりますね。わかる、その気持ちわかる。サーファーたちが波まで夏を歌ってる。走ってた。箱根湯本着きました。すごく混んでます、すごく混んでる。これお目当てのお店入れるかも不安ですわ。来ました。まだ開店前なのですが、待ちます。ここでもうすることないんで。ごちそうさまでした。うまい。この店はねすごいわ。サービス質、味、そして値段もね、この立地にしては安いよ。全然マジで人気店なだけありますわ。それでは宿向かいますか。宿に向かってます。この時間帯に箱根をドライブしてるなんてそうそうないですね。まだ6時近いけどまだ明るいんですね。もう本当に夏が着きました。ホテル花月園さん、風情のある建物ですよ。ロビー広いですよ。これは思ってたより全然いいですよ。お部屋着きました。はい、本日は一番お安いプランにしてますので、本当にシンプルなお部屋ですね。ビジホのゴージャス版っていう感じですかね。ただなんといっても温泉がついておりますので、それを考えたらコスパいいですよ。風呂、浴槽が広いな。浴槽広、洗面台広。風
広いな、ここやっぱり広い広い。奥に大浴場ですね。あと麻雀コーナーとかいろいろあるみたいですね、カラオケとかね。宿探索も終わりまして、やっと一息つきました。夜ご飯食べてきてよかった。あのピザ屋さん行って本当によかったですよ。まだ時間は7時ぐらいなので、温泉に入りに行くか少しゆっくりするか考えまーすって言ってたら寝ちゃいそうだな。あ、寝すぎたよ。もう10時近くなってしまいました。それでは温泉に入りに行きます。こちらのお宿さんを選んだ一つの理由としましてはですね、なんと貸切温泉無料なんですけど、白濁の硫黄泉らしいんですよね。今は少し薄くなっちゃってるみたいで、だいぶ弱まっちゃってるみたいなんですけど、これはでかいですよね。やーべー、眠すぎて寝てからの記憶がない。温泉すら諦めそうになったぐらい眠かった。全部空いてる。どれにしよう、違うのかな。入りまーす。おー、硫黄の香りがすごいですよ。ただやはりそこまで白くはないですね。温泉入ってきましたよ。気持ちよかったですよ。硫黄の香りがまだ残っておりますね。箱根に来るとき、だいたいその白濁の硫黄泉を目当てで来るんですけど、これだけね、気軽に手軽にフラッと白濁の貸切温泉に入れるのはかなりいいと思いますね。では旅の楽しみである晩酌をしていきます。もうこういう時しかお酒飲まないから、本当にこの時間楽しみなんですよね。喉渇いた。ではいただきます。これ飲み干しちゃうかもしんない、一気に。今回もですね、こちらの製氷皿が大活躍しております。お酒を美味しくいただいております。もう製氷皿なしじゃ一緒に旅できないっていうぐらい大活躍してますんで、皆さんもねこちら持ち歩きましょう。というわけで、おやすみなさーい。悪魔的だ。おはようございます、朝です。二日酔いですね。眠いわ。天気もそんなに良くないですね。もやがかってますね。朝温泉に行きたかったんですけど、寝坊したので部屋の風呂に入ります。最近ダメですね、早起きできない。朝温泉に入りに行くことができない。風呂出ました。気持ちよくてかなり長風呂してしまいました。これだったら温泉入りに行った方が早かった気がします。反省しています。眠気がね、ただ取れないんですよね今日は。あ、天気ちょっと良くなってきたかな。今日は味噌汁が本当にうまい。はい、それではチェックアウトの時間でございます。もう喉がなぜか渇きすぎて、何リットル昨日からずっと水分飲んでんだろうっていうぐらい飲んでますね。そしてですね、本日も
箱根に宿泊いたしますので、そのお宿さんのチェックイン時間までは箱根の観光をする予定でございます。花月園さん、本日泊まった花月園さん良かったですね。これもっとゆっくり温泉に入るべきだったなと思いました。硫黄泉ね、もっと体に染み込ませるべきだったなとは思いました。酒飲みすぎたな。それでは次回の動画は説明欄 URL よりアップさせていただきますので、そちらからご覧いただけたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。昨日は夜だったので景色が見れなかったですが、かなり絶景ですね。